それでは質問です。今日は家族で2泊3日の温泉旅行です。わざわざ車で片道3時間かけて向かいます。当然車の中は暖房をガンガンにかけているので暖かいです。でも外は気温がマイナス1度です。車内は逆に暑すぎるぐらいだったので、お父さんは薄着1枚でした。自宅を出て1時間半が経つ頃、トイレ休憩で次のサービスエリアに立ち寄ることにしました。着いた瞬間お父さんは漏れそうだったので、思わず薄着1枚だけ着た状態で車の外に出てトイレに駆け込みました。トイレから戻ってきた瞬間、やばい、寒すぎて鳥肌が立ったよと言ってまた車を走らせました。第3問、鳥肌が立ったよは英語で何て言うでしょう。 Thinking time。 どうぞお答えください。正解は I've got goosebumps。 I've got goosebumps。 その他にも I have a goosebumps、 鳥肌が立っているよ、 I've got ではなくて I have を使っても同じように通じます。または I'm getting a goosebumps、 鳥肌が立ってきたよ、I'm getting を使っても実際は同じような感じで伝わります。それでは今日はこれで以上となります。ぜひ今回のレッスン動画気に入っていただいた方はぜひいいねボタンを押してください。まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。それではアディオス。